はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君宏と争わない弁護士工藤敦子です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える番組の内容と内容の番組となっております。今日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。そして YouTube でも、同時に配信しております。FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、お願いします。はい、ということでですね、だんだんもう本当に秋から秋の秋って なってました。秋が見えてきましたね。まあ、そう、はい、秋らしくなってきましたね。はい、ね、すごい過ごしやすい季節ですよね。そうですね、はい、過ごしやすいし、まあ、動くとちょっと暑いかなっていうぐらいですけど、まあ、本当に快適な感じですよね。そうですね、うん、晴れてる時も多いですしね。そうですね、うんうんうん、先日知り合いが先週か沖縄行ったみたいなんですけど、沖縄はまだ約30度近くあるみたいな。あ、そんなにまだ海入れるそうなんですね。いいですね。すごいなと思って。夏ですね。海入ってきましたって言ってましたけど。おお、はい、いいですね。うん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 。はい、まだまだ、まだまだ沖縄は。まだまだ。夏ですかね。夏、うん、真夏よりはちょっと下がってるかもしれないですけどね。日差しがあれば多分海は入れるかなっていう感じですね。多分東京もそうなんですけど、日陰と日向だと全然やっぱ気温の体感温度が違いますよね。違います、違います。うん。ですね。やっぱり太陽の力はすごいんだなって思いながらも。そうですね。昼間とね、朝晩じゃ全然違いますしね。そうですね。うん、はい、はい、じゃあということで、まずお便りからご紹介したいと思います。お願いします。先週に引き続いてですけど、東京都世田谷区の小鳥と一緒さんからありがとうございます。今夜も楽しみに拝聴しました。調停委員の話の続き取り上げてくださり感謝です。体験者は妹なんですっていう。そうでしたか。ありがとうございます。大変でしたね。どんなコメントを、うん、うんうんうん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でもう一件が、東京都大田区在住の、ラジオネームがミスターパーフェクトさんから。久しぶりですね。はい、お久しぶりです。はい、はい、ラジオ来ました。黄金比白銀比の話が面白かったです。芸術の話ってそういうことだったんですね。相変わらず仲間さんの知識はすごいですね。私も黄金比を考えて生活していきます。ところで質問です。はい、この世で最も美しいと思うものは何ですかっていうことなんですけど、お二人にっていうことです。先週あれですね、芸術の皆さんが美しいと感じる基本には黄金比、はい、白銀比があるっていうお話をしてたからですね。はい、そうですね、美しいが黄金比の、1:1.618 で、うんうん、かわいいっていう日本人が好きな白銀比の1:1.414っていう話をしたんですね。それについてですね。うん、そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、気にかけていただけるそうでね、これから黄金比を。何でしょうね、うん、美しいと思うもの、うん、何なんでしょうかね。どうでしょうか、敦子さんは。美しいと思うもの、
なんかパッと浮かぶの自然の風景とか思いますよね。ああ、そうですね。その一瞬でしか見られない光景とか、うん。ですかね。なんかこう太陽の加減とかね。はいはい。光の加減とか。でもまあね、本当朝日も夕日も綺麗だなって思いますしね。そうですね。どうでしょうね。もう僕の場合はどうでしょう。何ですか、仲間さんは。なんかその、ものが美しいっていうよりも、その何かを見て美しいっていうよりも、すごい、例えば体調がいい時に、なんかこう、なんていうんですか、朝とかに、まあ、コーヒーなり、なんなり、ドリンク飲みながら、ほっとこう、なんか、幸せを感じるときが美しい。そこから見える景色が美しいなと思います。それは別にどこでもいいと思うんですけど。なるほど。はい。気持ちがこうね、幸せで満たされてるときに見えるものが美しいってことですね。個人的に、一番その、あれなんですよね、その、一番落ち着くっていうか、落ち着く場所っていうのがあって、西新宿のビル街が一番落ち着くんですよ。なんか、ここなんにでアクですセスか？があるで、なんか朝とか結構人少ない時に、なんかなんかわざわざ行ってる中ですごい一人カフェにいるとか、一人じゃないけど、まあ、空いてるカフェにいる時にすごいなんか落ち着くんですよ。なんかあそこってすごい日も当たるし、ビル街なんで、なんか、なんかその、さんさんとしてるんですかね、ガラスも大きいし。どちらかというと、その、都会の方が落ち着くんですよ。僕。そうなんです。田舎が落ち着くとかじゃなくて、都会の方が落ち着くんですよ。そうなんですね。そうなんです。またまたって思う方もいるかと思うんですけど、意外と、それに共感してくれる人もいて、なんかそういう人ってやっぱり都会が好きなんです。そうなんですね。そうなんですよ。人混みと都会っていうのはまた別とちょっと考えてるんですけど、都会が好きなんです。はい、なんか3回ぐらいでしそうですね。たシね。ティ感がすごい。そうなんですね。はい。はい。で、こう、かっこよくどうのこうのとかじゃなくて、都会が好きなんです。都会、都会でぼーっとするのがすごいいいな。はい。でも特に西新宿のビル街わかりますかね？都庁とかがあるとこの裏わかり側。ます。はい。へえ。あの辺とかめちゃくちゃいいですよね。あの辺にカフェとか結構あるじゃないですか。なんか近代都市だと思いながら、なんか。なんとなく言わんとしてることはわかります。なんかなんでなんだって言うんですけど、世界中いろいろすごい都市って言われるところとか、なんか例えばヨーロッパのかっこいいところとかあるじゃないですか。でもなんでなんだって東京って多分一番綺麗だし、すごいとこだと思うんですよね。その、洗練されてるし、もう綺麗な役。で、その東京の中心に、が、まあ新宿が中心かどうかわかんないですけど、あそこにいるときになんかほーっとします。あとは銀座の中央通りとかですね、結構好きですね。いいですね。銀座もいいですよね。まあ、あと丸の内の、土日の誰もいないときとか。いいですね。いいですね。あと丸の内も新しくなってるんで、はい。なるほどね。なるほど都会を大都市って言われるところをちょっと今言ったんですけど、なんか本当にそういうところが落ち着くんですよね、なんとなく。ね。そうなんですね。なるほどです。私はね、空いてる電車が好きですよ。でも、コロナ禍になった時の一番最初の2020年の時のとか、すごかったですね。その、本当に電車が誰もいないみたいな。中央線貸し切りみたいなのありえないですよね。山手線貸し切りみたいな。それはありえないですね。いや、もうちゃんと写真にいっぱい収めてるんで、車両にまず誰も乗ってなくて、多分電車の方が中央線ですよ、もう。バリバリのピーク時の中央線に、車両誰も乗ってないですよ。すごいですね。まあ、総武線もそうですけど。貴重ですね、それは。そうです、そうです。ねえ、なるはい。ほどね。だそっから、そうなんですよね。東京って多分世界一の電車の乗降者率を誇ってるじゃないですか。トップ20までが東京っていうか日本の
いうぐらいなんで、そのうち新宿が7個入ってるっていうぐらい、東京ってすごいのに、誰もいないってもう奇跡に近い。それは奇跡ですね。ある意味、あれ本当すごい、なんか、すごいですね。あれ、歴史の教科書に載るんじゃないかと思います。山手線が誰も乗ってませんみたいな感じの。中央線もそうですね。すごい。なんかね、一時期京都もそうでしたみたいですよね。こう、ああ、そいうですわゆるか。その、観光地のところに誰もいないっていう、その誰もいない風景が撮れるっていそうですね。あ、う。誰もいない風景を撮る人はちょっと悪い人かもしれないですね。まあ、っていう、感じで。オープニングめっちゃちょっと長かった。長かったですね。美しいものは何ですかっていう質問が。よかったですね。最終的に京都で落ち着くっていうね。パーフェクトさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ここで一曲お聴きください。ELT でフラジールです。はい、じゃあ、またお便りをちょっと、ご紹介したいと思います。お願いします。東京都新宿区在住の、ラジオネームが、笹塚のゴミ屋さんからです。ゴミ屋さん、はじめまして。はじめまして。毎日楽しく聞いています。工藤さんに質問です。最近引っ越したのですが、引っ越し準備の際に私が手伝おうとしたら、妻が、あなたが段ボールに入れると段ボールの中に何が入っているのか分からなくなるので、何もしなくていいと言われました。なので私は手伝わなかったのですが、引っ越しが終わったら妻が、あなたは何も手伝ってくれなかった、疲れたと私を責めます。私は手伝わなくていいと言ったのでやらなかったのですが、このような時はどちらが正解なのでしょうか。無理やりでも手伝った方が良かったのか、言われてもやるべきだったのか教えてほしいです。工藤敦子さん。ありがとうございます。ご指名ありがとうございます。まあこれはあれですよね、奥さんの気持ちの結論から言ってしまえば、奥さんの思うような手伝い方をしてほしかったってことですよね。まあちょっとこう男性と女性の気持ちの違いっていうのもちょっとあるしってことですね。ありますよね。だから、そのやり方じゃなかったってことですよね。段ボールへの詰め方はそうじゃないと。ちょっと分かんないですけど、違うところで手伝ってほしかったのかなとか。そうですね。まあ、でも男性の女性のあるあるですよね、すごく。女性は察してくれとか、察する力が強いから、女性同士で話してるときってそれでなんとかなっても、男性に察してくれは私無理だと思ってるので、やってほしいことは言葉にして伝える。で、その時言わないと忘れちゃうので、あの時どうだったとか後から言われても、多分男性もうどの話って思ってると思うので、まあ、女性側からの対策としては明確に何をしてほしいか言ってあげるのがいいんじゃないかなと思いますけそうですね。どね。これ結構、うちの美容室とかでも話題になる話で、様とかでも話題になる話なんですけど、この話よくあって、まあ、この引っ越しの話とかじゃなくて、なんか気が利かないとか気が利くとか、やるやらないはどうのこうのとか、そこでストレス感じるんだよねっていう話から、多分ですね、それちょっと僕自身が悟ったことなんですけど、男性って仕事にしちゃえばやるんですよ。なるほど。めちゃくちゃ、これはあなたの仕事ですって、プライベートだとやんないんですよ。プライベートだって分かった瞬間、もう一気にそこ切れるんで、でもですね、仕事ってなったらやるんですよ。例えば、ゴミ出しは仕事ですとか、皿洗いは仕事です。お風呂掃除は仕事ですとか、もう一回言いますよ。ゴミ出しは仕事。皿洗いは仕事。お風呂掃除は仕事ですっていう。要は最初に言っとけばやるんです。素晴らしい。そうなんです。素晴らしい。そして、そうなんです。仕事ってしちゃえばやるっていうのが、女性は仕事じゃなくても、結構やっぱり、なんでしょうね、そういう、なんかその教育じゃないと思うんですね。育った環境とかじゃなくて、もうその、本当作りの問題だとは思うんですね。まあ一般論からしてですよ。そうじゃない人いっぱいいるんで、男性でめちゃめちゃやる人もいるんで。そうですね。
でも逆に、女性に、結構、じゃあ逆に本当旦那さんとか男性がやりすぎるとどうなんですかって聞くと、まあそれはそれでうざいよねって言われるんですよ。なんかいるじゃないですか。めちゃくちゃ細かい男性とかって。はいはいはい。掃除一つにしても、こう、ほこりほこりみたいな。閉じるとみたいな。それ嫌ですね。だからなんかそこが難しいとこで、そのコントロールというか、うん、そこ大事だなと思うんですよね。あんまりその男性にそこまで細かく求めちゃうと、全部多分仕事にしちゃうと多分男性やると思うんですよ。なるほどですね。だって多分仕事にしちゃえば絶対やると思うし、布団叩きだってやると思うし。欲しいな、布団叩き。はいはいはい、それいいですね。はい、そうですね。もう男性基本これなんで、このもう決まったことは正面から向かうんで。はいはいはい、そうですね。それをあれですよね、生活するときの最初に言っておくのがいいですよね。そうなんですよ。でそれに対して、仕事ですあなたのっていうふうに付け加えることは絶対重要だと思います、うん、でもある意味そこだけやってくれてればもういいんだよっていうことになります、ね、そうです、うん、でたまにそこで気を利かせてちょっとこうね、いろいろしつくやりすぎると、ちょっと女性の領域に入ると多分女性うざいじゃないですか、多分そこはうまく切らないといけないんで、うん、入れる人って多分ちょっと女性、ちょっと女子だと思うんですよね、多分。はいはい、そうですね、はい。だ逆に言うと、その女子の男性に対しては、女子のなんていうか、マイクがあるような、逆に女性側がちょっとこう、区切っていかないといけないと思います。やってほしいところはね、ここまでと。それが両方やっちゃうパターンになると、ストレス、ね、それはそれで。ストレスですね。ストレスです。確かに。はい、で、なんか両方やっちゃうパターンっていうのが、例えばその、うん、交わった時に、その、やってるやってないっていう感情、また感情の話になるんですけど。だからまあ、ここまでっていうのを、ラインを引いといた方がよくて。はいはい。でも、やっぱり女性ってそういう、あんまりこう、きちきちっていうよりも、なんかもうさ、できる人がやればいいんだよっていう考えじゃないですか。でもね、男性ってあんまりそういうの通用しないんで、最初からもう仕事って決めといて、ここまでやってくれればいいからっていうのだけやって、やったことに対しては、わーって言っておけば大丈夫です。わーっていうかね、めちゃめちゃこう褒めてね、ったありがとうっていうね、ここまですごいっていう。はい。はい、それは大事ですよね。そうです。打ち上げて、やってくれたことを感謝で。そうです。お互い様ですけどね、はいはい、女性も承認してほしいし褒めてほしいし、そうなんですよ、うんうんうん、だから、ただやりすぎる男性もたまにいるし、もうなんかめちゃめちゃ主婦みたいな男性っているんで、うん、はいはい、そういう人はですね、ちょっとやっぱ女性側が逆にやりすぎると、まあそれこそ本当あつこさんの出番になっちゃうんで。よしとしない出番になっちゃうんで。よしとしないね。嬉しく、はい。争わないのに、チッてなっちゃうんで。はい、そういう方にはね、もっと男性的な女性の方がいいかもしれないですね。あんま気にしないって。はい、全部お任せみたいなね。そうですね。方がいいかもしれないです。そこで揉めそうになったら ADR っていう。とりあえず ADR 使っていただいて。はい。ADR。はい。ADA じゃないですかね。ADR お願いします。はい。ありがとうございました。笹塚のゴミ屋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またコメントお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、あともう一件、じゃあ、はい、はい、お願いします。東京都中野区の、中野の SK2 さんから。SK2 さん、はい、はい、仲間さん、工藤さん、毎週楽しく拝聴しています。秋ですね、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋と言われますが、お二人がもし小学生なら何のスポーツを始めたいですか？ちなみに私はアメリカンフットボールですってことです。でこれって
自分がアメフトやりたいっていうことをアピールしたかったんですかね、これ。そうかもしれないですね。あ、結構そこつくんだって感じですよね。あ、本当かなと思って。小学校だったら何したいか。中間さん何したいですか？小学生っていうのがちょっとまたあれですよね。ねえ、小学生。なんかでも、個人的にはですけど、今やっとけばよかったなっていうのは2つあって、もう何ですか？ゴルフとテニスですね。あ、私もね、ゴルフって思い浮かんでました。なんか2つともコミュニティができて、コミュニケーション取れるスポーツなんですよ。確かに。なんかすごいですよね。で、ゴルフってなんか、僕らが子供の時って大人のスポーツってイメージあったじゃないですか。でも今はやっぱ高校でも、まあ中学はないかもしれないですけど、ゴルフ部とかあるんで、なんかすごくいいなって思うのと、なんかテニスはですね、やっぱテニスをやってる人ってずっとやり続けて、それって運動にもなるし、テニスのコミュニティっていうのがやっぱりできてるんですね。そう。で、すごい確かに。趣味にもなるし、そこで、まあ変な話、ちょっとお茶もできるわけ。まあゴルフはゴルフで、そこで、ゴルフコミュニティとかできるし、確かに。そう、なんか、その2つ、すごいいいなって思います。本当ですね。まあ、ゴルフね、長く続けられるスポーツですしね。そうですね。確かに。本当、私も思いました。それ、両方ともコミュニティ、すごいですね。いいなと思って。ただ、アメリカンフットボールっていうのは、小学生でアメフトっていう、アメフトやってだんだんプロレスラーになる人とかいますかね。最終まあ的ね、な。ガタイが大きいですからね、アメとね。アメフトやってる人って結構その格闘系使えるんで、なるほど。ボブサップとかもそうですよね。確かに。でアも、メフ格ト闘も。技はありますよね、アメフト。ありますあります。あれはもうめちゃくちゃアメフトはもう、もう本当に格闘技いけると思いますね。なるほどですね。じゃあ、SK2 さんもアメフトからのレスラーですかね。そうですね。レスラー、ここだけちょっと押さえておきたいんですけど、レスラーから、プロレスラーからアメフトにはいけないんで。そこはちょっといけないんで、アメフト入りいいかもしれないですね。ただ、小学生でアメフトが、そうするとちょっと体ボロボロになっちゃうかもしれないですね。なんか、アメフトって意外と結構遅く始める方が多いんですよ。確かに。そうなんですよ。だから、中学とかでやっいや、あんまり聞かないですよね。高校以降。なんか危ないんですよ、アメフトって。そうですよね。そう、多分一番本当に、まあラグビーとかも危険なんでしょうけど、アメフトって本当に体ちゃんと作っとかないと、下手したらもう死んじゃうんで、そうなんですよね。だから、そうなんですね。昔2代目若乃花、若鷹の若乃花さんが、もうやめた後、言ってアまメしフたトよね。に、なんで、まあ、それは結構例外かもしれないです。逆のパターンは結構あると思うんですよ。アメフトから、まあ、相撲はないか。でも格闘技ある。プロレスラーはありますね。結構いるんで。なるほど。だから、この中野の SK2 さんも最終的にアメフト経由のプロレスラーなのかもしれないで 深いですね。すね。深いと深いな。このコメントで言ってほしいから言ったのかどうかは分かんないですけど。SK2 さん、ありがとうございました。ました。じゃあもう最後ちょっと僕そうもでこすね。れ行きますかね。ちょっと時間ない。だいぶもう終わりの時間に近づいてきましたが、じゃあ、芸術の秋ということで、美術家が持ってる手相にしようかなって思いました。頭脳線見てください。親指と人差し指の間から横切って伸びる線ですね。で、これが、小指の下にある月丘って呼ばれる丘のところに、こう、ゆるくカーブして届いている方。芸術家気質ですね。ちょっとね、想像力。います。それはあります。あります。さすがあです。あ、まあ、アー数ティ字スト化でできるね。数字化できるね。芸術家とは言えないけど。芸術家でしょう。まあ、ちなみにこれが前もお伝えしたように、まっすぐだと理系、カーブしてると文系なんですよもうね。カーブしてますね。思いっきりバリバリ。バリバリ。私まっすぐなんですよね。バリブンって言われるぐらいバリブン。バリブン。いやいや、アーティストってことで。
理系のかけらもないね。はい、じゃあ終わりの時間になりましたよ。あっという間に。あっという間に。なんか今日早かった気がする。そうですね。はい。今日はなんかポイントがアメフトと、山手線ガラガラと。そして美しいもの。はい、ああ、そうですね、美しいもの。はい、ではこの番組は毎週日曜8時から放送しておりますので、またよろしければ来週もお聞きください。はい、はい、ぜひぜひ芸術の秋を皆様お楽しみくださいませ。お楽しみくださいませ。じゃあまた来週、おやすみなさい。